気象台によりますと、九州北部の上空にマイナス15度以下の強い寒気が流れ込み、伊万里市など各地で午後になって今シーズン最低気温を観測するなど、日中も厳しい冷え込みとなりました。県内はあさってにかけて山間部、平野部ともに大雪になる見込みで、特に明日夜遅くからあさっての午前中にかけては一段と寒気が強まり警戒が必要です。予想される雪の量は今日午後6時からの24時間で、多いところで山間部で10センチ、平野部で5センチ。明日午後6時からの24時間では、山間部、平野部ともに10センチから20センチとなっています。この影響で佐賀空港では、今日夜の羽田からの便と、明日朝の羽田行きの便の欠航が決まりました。気象台は雪による路面凍結、交通障害などに警戒し、水道管の凍結に注意するよう呼びかけています。